プガバリです。今回もマッシュさんにお話を伺おうと思います。マッシュさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はイージーブースト350のフェイク検証、そちらをお話伺おうかと思います。まあ一概にこれが正しいってわけでもないんですけども、まず基本的に一番僕が見てるのはここのステッチの部分で、ここがこのなんていうんですか、四角く囲まれてると思うんですけども、はいはい、この四角の内側から数えてこの赤のステッチが6つだと本物で、7つだと偽物って言われてて、1、2、3、4、5、6、これが6個だったら本物っていう、ここが割と分かりやすいポイントかなと思います。あと、うんうんうん、本物のイージーブーストは、うんうん、ここの部分に四角いステッチがこういう風に入ってるんですけども、はいはい、偽物だとこのステッチが薄くてそこまで見えないっていうのも一応見分けるポイントになってきます。あとはここですね、ここのパネルの部分が、はい、その本物だと結構なんていうんですかね、綺麗な素材使ってるんですけども、偽物だとここがボワボワになってたりとかするんで、うんうんうん、ここも割と見分けやすいかなと思います。ここの部分が、はいはい、あれちょっと待って、これ本物ですよ。本物ですよね。ここの部分が、うん、そのなんていうんですかね、こう偽物だと結構上の方にあるんですよね、このブーストフォームが。あ、なるほど、盛り上がってるってことですか、はい、ボコンって。ボコンって盛り上がってて、なるほどなるほど。あの本物だと結構下の方にあって、ここがあのなんていうんですかね、溝が結構深めにできてるのが本物って言われてますね。はいはい。あとこれ、これ溝はどんな感じですか。ちょっと偽物の溝と比べたことないんですけども、うんうんうん、これでもどうなんですかね。いや、うん、そのオンラインで買われたんで本物だと思います。そうですね。ここのあの、はい、なんていうんですか、このブーストの、はいはい、その丸の一個一個にこういう風にシワシワが入ってたりとか、うん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 、これインソール取っても大丈夫ですか。あ、いいし、全然全然取ってください。とインソールの内側ですね、はいはい、内側のこのロゴが、はいはい、ここの部分が偽物だとぷっくりしてるんですよね。こうエッジが立ってないっていう感じなんですよね、偽物だと。本物だとこういう風に四角くカツッとこう切れてるんですけど、はい、偽物だとここがもっとぷっくりしてて、はっきりしてないってことですか。このそうですね、なんていうんですかね、ここの角っこがちゃんと立ってないんですよ、偽物だと。あとはこうバーッとここの側面を見てもらって、うん、偽物だとここになんかこう凹凸が多かったりとか、うん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 、なんかこうボコボコとしたなんか雑さが見えるんですよね、はいはいはい、それが結構偽物、インソールは結構そういうのが多いんですね。あとイージーでもう一つ言えるのが、もうそもそもインソールがこれじゃないっていうパターンもあります。それも偽物ですね。あとここに多分イージーブーストだとここにインジが入ってるんですけども、このインジがその偽物だと結構雑に作られてて、でここもポイントですね。インジがインソールにあったこと知らなかったな。あ、本当ですか。このインジも結構あの見分けるのには見やすいかなっていう感じします。一番はここのステッチの個数がそのボックスから数えて6つっていうのがやっぱ一番分かりやすいポイントかなと思います。なるほどね、6つなんですね。ここはそこは偽物だと7つ、ただ、まあ、対策されてるともしかしたらその6つの偽物っていうのも出てくると思うので、一概にそれだけを見てっていうのはやめた方がいいと思います。一番端っこから、はい、こっちのそのなんていうんですか、ステッチの内側から数えてこの端の一番端っこの方までで6つです、ね、6つだ。おお、これが一応割と見やすいポイントです。他のタイプで言うと、例えばあのベージュのタイプ、オックスフォードタンだと、うんうんうん、このなんていうんですかね、しましま模様が結構くっきり出てるタイプだったり、はい、そういう風に分かりやすいモデルもあるんですけども、うんうんうん、黒とか割と同色に近いような色が入ってるタイプだと、うんうんうん、このしまだけで見るのは割と危険なんで、はいはい、ステッチとか裏のインソールの中とかを見た方がいいと思います。前にマッシュさんおっしゃってたのが、はい、あの某オークションで、はい、そのイージーレシート付き、ボックス付きで、はい、あの販売したりしてるじゃないですか。ありますね。まあその某アプリで、はい、もうそれでも偽物があるって言ってましたもんね。僕がちょっとこのイージー気になった時に、はい、相談した時に、いやそれは
ちょっと違うんすよっておっしゃってたじゃないですか。あ、間違いました。はい、それも俺ちょっと気になってて、はい、どうなんだろうと思って。そうですね、基本的にレシートと箱があっても偽物っていうのは全然あって、はい、レシートあるからとか箱あるからで買われる方多いんですけども、あれも偽物が存在して、例えばよく見るとフォントの感じが違ったり、あとはあの箱の質がちょっと段ボールの質が違ったり、はい、そういうのもあったり、あともっと悪質になると本当に当たってはいるんですけども、その当たった箱だけ使ってそこに偽物入れて送ったり、レシートだけそのある人から買ってそれだけ売るみたいな人もいるっていう話聞いたことあるので、箱だけで判断するのすごい危ないです。箱とかレシートとかで。なるほど、箱レシートだけは本物だけど中身が違うっていうことみたいなのもあり。怖いっすね。そうですね、基本的にイージーはすり替えとかも結構アプリで起きてて、例えば本物のイージーを転売する人が、そのイージーを売って、そしたら本物なのにイチャモンをつけてきて、返品しろって言って返品して帰ってきたら偽物だったみたいなのもあるんで、いやもう本当に直接会って、もう売る方は直接会ってっていう方がいいと思う。顔が見えないとどうしてもそういうことが起きてくるので、はい、こんなにねプレミアついちゃうと、はい、そういうこといくらでもできちゃうっすもんね。そうですね、怖いですよね。そうですね、はい、あ、でもあと1個あったの、すいません、もう1個だけ。あ、いいっす、いいっす、全然全然。とその偽物だと、本物だとこうバーっていった時にこの辺ぐらいに来るんですけど、偽物だとこのなんていうんですかね、ベルトがもう少し傾いてまして、この辺に来るんですよね、この直線が。ここも向きとかも割と見分けやすいかなと思います。ベルトの角度というか。そうです、取り付け角度は割とそれも見やすいかなと思います。あれですもんね、リサイクルショップでも偽物があったりするんですもんね。そうです、たまに見かけますね。某有名リサイクルショップにもあったりするんで、はい、まあ買わない方がいいじゃないですかそれはないですけど。そうですよね、まあ信用できる方から購入した方がいいってことですよね。そうですね、そういうとこか。あとは有名なスニーカーの本当専門で扱ってるそういうショップで買うとか、そういうのがいいかな。ちゃんと物見て買えるっていうところがいいのかもしれないですね。そうですね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回 Easy Boost 350のバイレーツブラックのフェイク検証をさせていただきました。またお時間ありましたら見ていただけたらと思います。以上です、どーん。